はい、こんにちは、みずきです。今回はニキビ治療を始めましたということで、重い腰を上げて病院に行ってきたので、これからニキビ治療の経過動画をシリーズにして撮っていきたいと思います。それでは動画スタートということで、今回がニキビ治療動画の1本目ということで、まずは私の肌の状態からお話ししていきたいと思います。今まではどちらかといえばニキビができにくい肌で、生理前になるとこの顎に 1,2 個大きいのができるくらいっていう感じだったんですが、今年に入ってからおでことか顎にすごくできやすくなりました。こちらの写真はゼオスキンのセラピューティックをやっている時の写真ですが、この時はおでこにニキビが全くなく、お肌がすごく表面フラットで綺麗でした。この時のお肌に切実に戻りたいです。ニキビが頻繁にできるようになってから、自分でニキビの原因を探ろうとスキンケアの成分を気にしてみたり、洗顔法やあとは保湿とかの仕方を変えてみたり、レチノール製品をやめてみたり、いろいろ試してきましたが、一時的に良くなることはあってもまた少ししたらニキビが再発してしまってっていう感じを繰り返してきました。そんな感じであまり改善することなく、頻繁にニキビができてしまう状態を約1年ぐらい過ごしてきました。でもこれ以上自己ケアを続けることでニキビを悪化させてしまったり、ニキビ跡を作ってしまっても嫌だなぁと思って、今回病院に行ってきました。もっと早く病院に行けばよかったんだけど、病院ってねあんまり好きじゃないんですよね。肌質的にはこのおでこと鼻と顎などのここの中心部分がオイリー肌、その他のここの頬のあたりとかはまあ乾燥肌まではいかないぐらいの普通肌って感じの混合肌です。ニキビのできている箇所は主にここの顎と、あ、ここ顎じゃないおでこと顎です。はい、分かりやすいようにちょっとニキビの部分だけメイクを落としてきました。おでこにはいわゆる白ニキビがプツプツとたくさん絶えずいろんな箇所にできています。ちょうど今はプチッとするような白いものはないんですが、この白ニキビが落ち着いた後のようなものがすごくいっぱいあると思います。このおでこのニキビは白ニキビから悪化することはほとんどないものの、すぐに治ってはまたできてみたいなのをすごく繰り返しています。そして厄介なのはこのね、顎の赤ニキビの方、赤く腫れて炎症が起きていて、触ると少し痛みがあります。皮膚の奥の方でニキビができてしまっているようで、膿が出てこれないので症状が落ち着くまでにすごく時間がかかるし、落ち着いた後も炎症後の色素沈着がすごく残りやすいです。この色素沈着がなくなるまでに1ヶ月以上結構かかってしまうので、常にこの赤みや色素沈着が顎にある感じです。はい、という感じの肌の状態なんですが、病院に行って見てもらったところ、おでこのニキビは薬を塗ればすぐに治る可能性が高く、顎のニキビの方は結構奥の方でニキビができてしまっているので、綿包圧出っていうニキビの膿をこう機械を当てて出すっていう治療があるんですけど、それをやっても多分奥の方にあるから出てこないだろうということで、それもできない。奥の方に効くニキビの漢方があるらしいんですけど、まあ、とりあえず薬で様子を見てみましょうっていう感じでした。他にも私が気になったところを2つ聞いてみました。まず1つ目は、今までも使っているレチノール製品を使い続けていいのか。こちらについては肌荒れ中はなるべくシンプルなケアの方が望ましいので、今まで使っているような効能レチノールアイテムは一旦お休みして、炎症が落ち着いてから再開しましょうとのことでした。そして2つ目、オイリーな部分であってもクリームを塗った方がいいのか。こちらについては油分での保湿ではなくセラミドによる保湿方法っていうのもあるので、そちらでもいいんじゃないかというふうに提案をいただきました。そして私が処方してもらったお薬がこちら、アダパリンゲルというものです。今まで私あんまり病院に行かなかったので、
このお薬自体初めて知ったものなんですが、毛穴の詰まりを改善してニキビの初期症状である綿棒をできにくくするお薬みたいです。ニキビで病院にかかったことのある方はディフェリンっていうお薬をご存知の方もいるかと思いますが、そのディフェリンっていうお薬のジェネリック医薬品みたいです。このアダパレンやそのディフェリンっていうお薬はニキビ治療のファーストステップとして処方されることが多いみたいです。使い方としては夜のスキンケアの一番最後にニキビが気になる箇所に塗っていきます。こちらのお薬にはビタミン A が入っているので、乾燥、赤み、ヒリヒリ感などの副作用が出ることもあるそうです。なので最初は少しずつ使用していって、徐々に徐々に範囲を広げて塗っていってくださいとのことでした。そしてこの薬は長く使うことで効果を発揮していくそうなので、 2,3 ヶ月は様子見しながら使用するそうです。他にもニキビ肌にはビタミン C がおすすめということで、こちらを一緒に購入してきました。ちょっとこちらは市販品ではなく、そのクリニックのオリジナルのものになっているので参考になりづらくてすごく申し訳ないんですが、ビタミン C の化粧水とノンオイルのセラミドクリームというものを購入してきました。ということで、これからこのお薬と、あとこちらのスキンケア、あとは基本的な1日2回の洗顔と日焼け止めを塗ることを徹底してニキビを治していきたいと思います。で、今回処方してもらった薬や医師からの指示はあくまで私の肌の場合はっていうことになるので、他の治療方法やお薬ももちろんありますし、肌によって違いもあると思いますので、一つの体験談として見てもらえたら嬉しいです。またこれからのニキビの経過も動画で紹介していくので、同じようにニキビケアで悩んでるよっていう方はチャンネル登録して、この後の動画も追ってくれたらとっても嬉しいです。ということで、今回の動画が少しでもいいなって思ってくれたら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではバイバーイ。